国会会期中の予備の使用はいわば禁じ手ですよね。でもう本当にこの予備費を政権の都合のいい財布代わりに使い、そして膨らませて決算剰余金にして、それを防衛財源に当ててるんじゃないかと思わざるを得ないわけですね。おはようございます。立憲民主党の青柳陽一郎でございます。本日は令和4年度の予備費審査ですが、その質問に入る前に財務大臣に社会経済状況の認識をいくつか質問させていただきたいと思います。まず改めて税について伺います。税の基本三原則は公平中立簡素ということですが、この公平中立性は応納負担、単税力のあるところが応納の負担をする、応分の負担をする、これが原則です。この原則を改めて確認した上で、今日は資料を配布させていただいておりますけれども、資料 1-1、一般会計税収ですね。これはこの令和2345と、コロナ禍でありましたけれども、税収が伸びているわけですね。この要因について大臣に伺いたいと思います。そして特に消費税収が過去最高の 23.8 兆円を記録しているわけです。この要因についてまず大臣に伺いたいと思います。税収は時々の経済社会情勢でありますとか制度改正の影響で変動するものでありますが、過去10年程度の変化について申し上げますと、税収全体では平成24年度の 43.9 兆円から令和6年度には 69.6 兆円へと増加を見込んでいるところであります。平成24年度から令和6年度への増加について、その主な要因ということでありますが、消費税収は社会保障の安定的な財源を確保するために累次にわたりまして税率を引き上げてきたことなどによりまして 10.4 兆円から 23.8 兆円へ、それから所得税収につきましては雇用環境の改善、税率構造、諸控除の見直しなどによりまして 14.0 兆円から 17.9 兆円へ、法人税収は成長志向の法人税改革などで税率を引き下げましたが、合わせて租税特別措置の見直しなども進めたことや、近年の企業収益の改善などによりまして、9.8 兆円から 17.0 兆円へ、それぞれ増加を見込んでいるところであります。また、消費税収が令和6年度において過去最高水準を更新する見通しである要因につきましては、今申し上げたこれまでの税率の引き上げに加えまして、政府経済見通しによれば、所得環境の改善に加え、定率減税の効果もあり、民間最終消費支出の拡大傾向が令和6年度も継続すると見通されていることが、その要因であると考えているところです。今、ルールご説明いただきましたけれども、その消費税の上振れというか、税収増についてですね、今、大臣からはこの物価高の影響について触れられておりませんけれども、物価が上がって買い物をすれば、納める消費税額についても上がると思うんですが、この点について言及はございませんでしたが、いかがですか。消費税によって、物価が上がる、そして、またですね、そうしたことが影響を受けるというご指摘、今、青柳先生があったわけです。それはそういうことはあるんだと思います。そういうことは、はい、ありがとうございます。それともう一つ、消費税については逆進性が高いということですけれども、この認識は大臣も共有されるというふうに思います。この10年で言えば、法人税と所得税は引き下げられて、消費税が引き上げられ、そして物価も上がり、今、過去最高を記録しているわけであります。これは家計からすればですね、物価上昇と課税増のダブルパンチ状態になるわけです。これで公平中立な税制と言えるのかどうか、そして6月から始まる所得税の定額減税、
これは複雑回帰で事業者の事務負担も大きいことからですね、まあ、私の周りではすごく評判悪いんですよ。この減税を行うよりも、まあ、物価高対策の暮らしを支える下支えするということであれば給付や消費減税の方が効果が大きいし簡素簡潔だというふうに思いますが大臣いかがですか。最初の先生冒頭に触れられました課税原則について関連して申し上げますと、まあ、消費税負担と、まあ、公平の原則ということにつきましては今ご指摘がございましたとおり消費税の逆進性というものはあるわけでありますがこれにつきましては軽減税率制度によりそれが緩和されていることや消費財源が充当される社会保障給付等の受益はむしろ低所得者に相対的に手厚くなっていることから必ずしも消費税負担が公平の原則に反するとは考えておりません。そして物価上昇の局面において物価上昇に連動して消費税負担も増加するという点はご指摘のとおりでありますが物価上昇への対応に関しましては低所得者世帯への給付金の給付などきめ細かく柔軟な政策対応を行うなど政策全体としては適切に対応をしていると考えております。また今般の定額減税について制度が複雑であって簡素の原則ということについてそれに反しているのではないかという旨のご指摘があったと承知をいたしましたがこの制度設計にあたりましては企業の事務の実態等を踏まえ事務手続きの簡素化にも配慮したものとするなど簡素の原則にも一定程度配慮を行っております。そして消費減税や給付措置で対応すべきではないかというお話もございましたが今般の定額減税は賃金上昇が物価上昇に追いついていない国民の皆さんの負担を緩和するのみならずデフレマインドの払拭に向け国民の皆さんに所得の上昇をより強く実感していただくことが重要との考え方から減税という分かりやすい方法が最も望ましいと判断したものであります。給付などの他の手段と比較して望ましい結果が得られるとそのように考えているところであります。所得税を定額で減税するというのは言葉としては非常に分かりやすいのかもしれませんが実際事務手続きの現場大臣お話聞かれてますかね。これはもうそれぞれの人それぞれの事業者によって事務負担事務が全くこう複雑になっているわけでございましてうちの事務所でさえ事務担当者大変だ大変だって言ってますからねこれは本当に現場の声をしっかり聞いてほしいなというふうに、まあ、思います。まあもう制度始まってしまいますけれども私はこれ効果が本当に出るのかというのは今疑問に思っておりますのでこれは効果が制度が始まってからまた注視させていただきたいと思います。資料1の2ですね。一方で国民負担率についてはもうここ数年 45% を突破しているわけですね。これも負担感が増しているということです。そして1の3ですけれどもこれよく言われてますけれども実際賃金実質賃金は30年伸びていない、まあ、こういう国日本だけです。直近でもマイナス 1.3% 2023年はマイナス 2.5% です。まあ、岸田政権も賃上げに取り組むということで、まあ、答弁いただいておりますし制度をやっておりますけれども、まあ、一つは賃上げ税制というのをやってくださってますけれどもこれ効果が上がっているとは私は言い難いと思います。で加えてですね、まあ、資料にありませんけれども、最低賃金一人当たり GDP、これ、両方とも先進国最低ランクです。で、まあ、所得を上げていくということ、物価高対策をしていくということなんですが、まあ、結局、格差と貧困はもう固定化してしまっている、そして賃金が伸びてないと、これ、岸田政権が掲げてきた富と所得の再分配による新しい資本主義の効果。これ掛け声倒れで全然機能してないと思いますけれども
大臣、いかがですか。岸田政権におきまして、日本経済を民需主導で持続可能な成長経路に乗せていくため、新しい資本主義の下で、成長と分配の好循環の実現に向けた各種の取り組みを進めてまいりました。こうした取り組みもあって、日本経済は昨年来、前向きな動きが見られているところであります。例えば、今年の春闘では、連合の第3回回答集計において、賃上げ率が 5.24% と昨年を大きく上回る高水準となっているほか、設備投資も年率換算で名目100兆円を超え、コロナ禍には約50兆円にまで拡大した負の GDP ギャップ、これも解消されつつあります。しかし、一方、足元の物価上昇に賃金の上昇が追いついていないという中で、実質賃金のマイナスが続いているという状況、これもしっかりと受け止めなければならないと認識をしております。こうした観点から政府としては、価格転嫁対策、賃上げ促進税制の強化、省力化投資への支援など、いろいろな政策を総動員して賃上げを力強く後押しするとともに、引き続きまして官民が連携して GX、DX をはじめとした成長分野への投資を推進をして、社会課題を成長のエンジンに転換をすることで、成長と分配の好循環、これを実現してまいりたいと考えているところです。そうなんですけれども、その効果が出てないので、さらにですね、予算編成と税制を通じて、私は格差是正に取り組むべきだということを申し上げたいと思います。でここからは予備費について伺います。まずそもそも予備費とは何かについて改めてご答弁いただきたい。そして併せて、国会開会中の予備費についての閣議決定についてもご答弁いただきたいと思います。そもそも予備費とはということでございますが、予備費は予見しがたい予算の不足に充てるため、予算の一部として、毎年度国会でご審議をいただいた上で、国会による予算の事前議決の例外として内閣の責任において支出をするものであります。予備費は予算編成時には予見しがた、しがたかった経費の不足が生じた場合であれば使用できるものと解されておりますが、国会閉会中においては国会の審議権を最大限に尊重するという立場から、昭和29年の閣議決定、70年前になりますが、予備費を使用できる経費を限定をしているところであります。ただし、この閣議決定では予備費の使用によらなければ時間的に対処しがたいと認められる緊急な経費については、国会閉会中であっても国会開会中であっても予備費を使用することができるとされているところでございます。今後とも予備費を使用決定するにあたっては、憲法や財政法、さらに閣議決定の定めに従いまして適切に対応してまいりたいと考えています。まず予見しがたい予算の不足で例外として支出できるという点は確認しました。ただ国会開会中の予備費の使用については、今例外的に使用できるという答弁でしたけれども、これは閣議決定ちゃんと読むとですね、国会開会中は予備費の使用は行わないのが原則なんですよ。そこをしっかり答弁していただきたかったなというふうに思います。でその上で、コロナ禍以降の自民党政権は異次元の予備費の積み増しが常態化してしまっているんですね。特に補正予算で予備費を積み増している、そして繰り越してしまっている。会計検査院も指摘していますが、年度末での使用要求と、そしてそれを繰り越している、また特定目的予備費、これも常態化して積み増して全額繰り越している、こんなことやってたらですね、私は財政民主主義、これが脅かされる、この看過できない事態ではないかというふうに強い危機感を持っています。この数年のこの予備費の積み増しや繰り越し、これ異常な事態だと思いませんか、大臣。
予備費の多額の繰り越しがあるということでございますが、コロナ物価予備費の使用決定に際しては、新型コロナ感染症の拡大でありますとか、物価高騰という予測が大変困難な時点に対しまして、臨機応変にかつ時期を逸することなく対応すべきであるということを強く意識してまいりました。従いまして、未知の感染症でありました新型コロナ感染症拡大等に緊急に対応するため必要と判断した事業については、その恩恵がいち早く国民の皆さんに行き渡るよう、年度末に近いタイミングであっても予備費の使用を決定してきたところであります。予備費の使用は年度内執行を前提とするものでありまして、財務省におきましてもこれを確認した上で予備費使用を決定してきたものですが、執行手続きの不足の時間を要したことなどにより、当初の想定より事業の開始が遅れて、次年度に繰り越さざるを得なかった事業もあったこと、これは事実でございます。この点に関して昨年、会計検査院から繰り越しに至った経緯などを丁寧に示すべきであると。繰り越しは後でまた具体的にやります。そうですね、いずれにしても、こうした繰り越しざるを得なくなった事業があったこと、これは事実でございます。はい、いや私そもそも、その繰り越し等について、また後で指摘させていただきます、議論させていただきますけれども、そもそもこういう状態が異常じゃないかというふうに、財務大臣が思ってくださらないと、こんなん許されるべきじゃないというふうに思ってますよ。これまで予備費というのは、このコロナ禍前までは通常2500億円から5000億円程度が予備費の通常額だったわけですよ。それがその令和2年のコロナ禍以降ですね、コロナという前例のない事態なので、その初年度、一定理解できますよ。で、それでもですね、5兆円、10兆円と積みますのは、もう年間の文教科学技術予算よりも多い。同額あるいは多い額を積むわけですから、これはさすがに異常じゃないかというふうに思いますが、この予備費のこの状態について、まず大臣全体としてこれは異常だという認識を持っているかどうかをお伺いしたいんです。先ほども答弁いたしましたが、コロナ感染症という未知のこの感染症の拡大、等においてですね、万全を期すために予備費を十分措置しなければならなかったということ、これは事実でございます。しかしこれが常態化してはおかしい話であって、今は早く平時に直さなければいけないということで、令和6年度予算におきましては、通常予備費を1兆円、それから特定目的予備費を1兆円、合わせて2兆円であります。多いという話もございますが、しかし今、その平時に向けた努力をですね、今、先生がおっしゃった10兆円規模あったわけでございますから、それから今、転換をしているということであります。この努力は今後とも続けていきたいと思います。2兆円で通常に戻ったというのは、私は努力してないというふうに思いますけどね、そうですよ、2500億円から5000億円がこれまで。で、2兆円積んで通常に戻している、努力をしていると言われても、これはちょっと納得ができないと思います。そしてもう一点ですね、補正予算で予備費積み増しているんですね。これもちょっと伺いたいと思いますが、財政法上、補正予算は予算作成後に、特に緊要となった経費について、必要と認める予算の追加です。特に緊要となった予算、これを積むのが補正予算ですね。その趣旨からすると、補正でこの予備費の原則である予見しがたい予算、予備費を積みますのは、これ、原則からそもそも外れるんじゃないかと思いますが、もう補正予算で予備費を積みますのは、もうこれからやめませんか、大臣。ちょっと先ほど のお答えでありますけれども、令和6年度一般予備費、1兆円ということで、昔は5兆円、5000億がですね、大体相場であったということを考えますと、多いということでありますが、これも当初は5000億ということで、この考えていたわけでありますが、
元旦の日に能登半島地震災害が起こったためにですね、5000億積みまして1兆円にしたということ、ここはご理解を賜ればと、このように思ってございます。そして今のご質問でございますが、予備費、これは予見しがたい事態への対応に対応、これはもとよりそのために必要となる経費の金額が予見しがたい場合についても計上することが認められるものでございます。そのつまり事態が予見されないということと、事態は予見されていても経費金額が予見しがたい場合、これについても計上することが認められているものでありまして、予算編成作成後の事情変更を踏まえて補正予算を編成するに際し、緊要性が認められる場合には特定目的予備費を増額することも許容されるものと考えてございます。令和4年度の補正予算における予備費の追加、第一次補正で 1.5 兆円、第二次補正で 4.7 兆円について申し上げますと、先ほど来申し上げましたように、新型コロナの拡大、物価高騰への影響、物価高騰の影響、それからウクライナ情勢に伴う経済危機等の予測困難な事態に対する万全な備えとして、予見しがたい経費の支出を行えるよう予備費の増額を措置したものでありまして、当時の対応としては適切なものであったと、そのように考えているところでございます。繰り返しますけれども、そのコロナが当初発生したときに予備費を積むのは、百歩譲って理解できますけれども、毎年予備費を積みましてコロナ対応です、あるいはウクライナもですね、予備費でウクライナ予備費というのを積んで2兆円も積んでるのに、全く 100% 繰り越しているわけですから、これなかなか必要なら予算措置すべきだということを、この原則をですね確認すべきだということは繰り返し申し上げたいと思います。で、先ほど大臣から、国会開会中の予備費の使用、これ行わないことが原則、これ閣議決定されているわけです。ですから国会会期中の予備費の使用はいわば禁じ手ですよね。で、特に問題なのは、国会会期中の年度末での使用要求です。先ほども少し答弁ありましたけれども、予備費は年度内の支出を前提として了承しているはずなのに、その全額が繰り越されてしまっている予備費、そして全額ではなくても年度末にあえて予備費の使用要求をして、そして大部分を繰り越している、こういう予算が厚労省、国交省、経産省、農水省、内閣府、内閣官房と、これも常態化させてしまってるんですね。で、いろいろあるんですが、時間の関係上、特にですね、本当に看過できないのは、1兆2000億円の新型コロナウイルス地方創生臨時交付金ですよ。これは会計検査院、今日来てると思いますけれども、特にこの新型コロナウイルスの地方創生臨時交付金ですね、会計検査院、どのような所見を出したか、簡潔に結論を説明してください。そして併せて、今日自見地方創生大臣に、お越しいただいてますけれども、この新型コロナウイルス地方創生臨時交付金は自見大臣のご担当、所管ということですが、この年度末に使用要求して、その全額を使用できるとして、使用要求してるわけですから、その本当に経緯と根拠、そして結果についてですね、コメントいただきたいと思います。お答えいたします。会計検査院は国会法の規定に基づく検査のご要請を受け、令和2年度および3年度のコロナ関係予備費の使用等の状況について検査を行い、5年9月にその結果をご報告しております。委員お尋ねにつきまして、報告の内容をご説明いたしますと、令和2、3、4年度計6府省等の18事業において予備使用相当額の全額を翌年度に繰り越している事業が見受けられました。そこで今回予備費の使用要求を行った府省等から予備使用要求額にかかる積算根拠資料の提出を求めるなどして、積算の状況について見たところ、2府省と4事業において、予備使用決定日から年度末までの日数を超える期間等を用いて、予備使用要求額を積算しており、当該2府省は、この積算に用いた期間については、あくまで年度内に要求する経費の規模を算出するためのものであるなどとしておりました。
その上で予備使用要求時に予備使用決定日である3年3月23日から年度末までの短期間でどのように事業を完了することを想定していたのかなどについても確認いたしましたが、その内容は判然としなかったというしたことところでございます。このような検査結果も踏まえ、会計検査院の所見といたしまして、政府は予備使用相当額について多額の繰り越しが生じた場合には、予備使用決定時の想定等を丁寧に示すことなどに留意するなどして、予備使用相当額の執行状況の公表のあり方について、引き続き検討し、適時適切に国会及び国民への情報提供に取り組んでいく必要があると述べたところでございます。次に自見地方創生担当大臣。お答えいたします。お尋ねの地方創生臨時交付金につきましては、物価高騰の状況を踏まえまして、自治体が財政上の不安なく国民の暮らしを守るための切れ目のない支援を、迅速に、実施できるようにすることが、重要であると判断をいたしまして、令和5年3月22日に開催されました物価・賃金・生活総合対策本部におきまして1兆2000億円を、措置することとしたところでございます。その上で年度内の執行に向けまして3月22日の物価対策本部後同日付で事業概要を周知し自治体の事前準備を可能としていたほか3月28日に予備費の閣議決定後自治体に対して速やかに交付限度額等をお示しするなどできる限り早期の執行に向けて取り組んでいたところでございます。こうした取り組みを受けまして早期に検討が開始された自治体もあったと承知しており、例えば低所得世帯への給付について年度内に予算額を決定した自治体もございました。しかしながら地域の実情やあるいは当時の感染状況に合わせて必要な支援をきめ細やかく提供するため実施するために事業の実施主体である自治体において事業の検討等に時間を要し実施計画の策定等に不足の時間を要することとなったため来年翌年度に繰り越しを行うものとなったものでございます。財務大臣、今の会計検査院ですね、判然としないという指摘、これなかなか使われる表現ではありません。そして今の自見大臣の説明、その説明を聞いてもですね、別に年度末に使用要求する必要ないんですよ。翌年度にしっかり使用要求すればいいじゃないですか。私は今の自見大臣の説明では全く判然としないし、丁寧な説明とは言い難いと思いますが、財務大臣、今の説明聞いて判然としましたか。そしてこの年度末でのですね、使用要求はもうやめさせるべきですよ。そもそも会期中に使用しちゃいけないんですよ。会期中に予備費使用すること自体が閣議決定違反なんですから、財務大臣、コメントをいただきたいと思います。予備費の使用でございますが、これは年度内執行を前提とするものでありまして、財務省におきましてもこれを確認した上で予備費使用を決定してきたものであります。そして今ご指摘のこの予備費の地方創生臨時交付金にかかる予備費の使用でございますが、これにつきましても所管する内閣府から年度内に執行することを前提に予備費の使用が求められ、財務省としても年度内執行を前提に予備費の使用を決定をしたものであります。しかし先ほど会計検査院のご答弁にもございましたけれども、令和2年度の地方創生臨時交付金への予備費の使用について年度末までの短期間でどのように事業を完了することを想定していたのかの理由が不明瞭である、そういう指摘をされたことも承知をいたしております。財務省としては次年度に繰り越さざるを得なかった経緯等については所管府省において、丁寧に説明責任を果たしていただきたいと考えておりますが、同時に査定当局としても会計検査院の指摘を重く受け止め、より適切な予備費の使用に向けて努力をしなければならないと、そのように考えております。そもそも3月28日に1兆2000億円の予備費を使うことをですね、使用要求があって許可する財務省も、いや本当に確認したのかなというふうに思います。もうこういう禁じ手を続けてるんですよね。これはもう本当にやめるべきだというふうに思います。
そして次に特定目的予備費ですけれども、そもそも私は予備費に特定の目的を持たせること自体理屈に合ってないというふうに思います。そうであれば予算要求すべきなんですよ。で特に令和4年度、コロナ予備費が、積まれて、その後令和4年度の一次補正でこのコロナ予備費がコロナ原油高物価対策と使途拡大させているわけですよね。でもう一つは先ほど申し上げましたけれども、ウクライナ予備費ですよ。ウクライナ予備費は令和4年、令和5年と2年続けて1兆円積んでるんですけれども、2年続けて使用ゼロですよ。こんなことやってるのは本当にいいんでしょうかね。もう政権にとって都合のよい財布代わりの予備費を積みます。そしてそれをですね、例えばそのコロナ予備費は、コロナじゃなくてウクライナ予備費は全額繰り越して決算剰余金にして防衛財源に充ててるんじゃないかという指摘もあるぐらいですから、もう本当にこの予備費を政権の都合のいい財布代わりに使い、そして膨らませて決算剰余金にして、それを防衛財源に充ててるんじゃないかとこう思わざるを得ないわけですね。これ財務大臣もこういう予算はやめるべきですよ。こんなことが許されたらそもそも予算審議の意味がなくなってしまいます。財政民主主義への挑戦ですよ。こんなことは、これは現にもうこれからはやらないと答弁していただけませんか、大臣。財務省として何か財政民主主義に挑戦をしているものではないわけでございます。やはり予備費については、必要なものはこれは措置しなければいけないと思います。予期せぬことのに対する対応でありますので、しかしそれがですね、不必要に、巨額のものをやることは、これは控えなければならない。でそこは青柳先生と認識は共通をしていると、そういうふうに思います。そして今のいろいろなご質問の中で、そのこの予備費から決算剰余金が発生して、でそれが防衛費のこの財源に使われているのはいかがなものかというお話もあったと、こういうふうに思います。強化された防衛力を維持していくため、防衛財源の安定的な確保にあたっては、国民の負担、これをできるだけ抑えるという観点から、歳出改革、税外収入の活用を合わせまして、決算剰余金を活用しているところでございます。で、この予備費につきましては、新型コロナや物価高騰といった直面する危機に対して、臨機応変かつ機動的な対応を行うために、適切に予算計上をしてきたところであります。また予備費を含めた歳出に不要が生じることが認められる場合には、税収等の動向も見極めながら、特例公債法の規定に基づいて、特例公債の発行額の抑制に最大限努めることとしております。予備費の規模やその不使用による歳出不要の増加と決算剰余金の金額が直接的に対応するわけではございません。実際令和4年度決算においても予備費に関しましては約4兆円の不要が生じましたが、税収等の上振れもあり、特例公債発行額はこれを上回る12兆円減額したところでありまして、防衛財源を確保するため決算剰余金を膨らませて意図的に予備費を過大に計上しているということではないということ、これはご理解をいただきたいと思います。時間経過してます。時間来ましたのでこれで終わりますけれども、今の説明では全く納得できませんし、民主主義国家の防衛財源こそですね、国民のしっかり理解を得る必要があると思いますし、今この財政が厳しい状況の中で、今日ちょっと時間がありませんのはできませんでしたが、基金だって16兆円以上繰り越しているわけですよ。こんな予算を作ってたらですね、これは納税者の本当に負担感、負担増に私は応えられる予算になってないということを厳しく指摘しまして、質問を終えたいと思います。ありがとうございました。